西区というのは江戸時代の大阪、それと明治以後の大阪の架け橋になった、そういう役目を担ったと言いました。で、明治12年生まれのですね、最初の4区のうち、今現在存続しているのは北区と西区の2つだけです。そういう意味で西区というのは町のあちこちにですね、新しい大阪と古い大阪の入り混じった、モザイクみたいな景色が、見られるわけです。そんな西区のね、風景、少し見ていきたいと思います。最初に挙げたいのが、あの堀川と橋、水都の原風景と呼んでみたような風景です。江戸時代の、西区のエリアというのは、堀川がですね、最も濃密に発達した、地域でした。江戸時代の図を見るとね、この水色が、堀川なんですけども、一番密度が濃いですね、西区エリアがね。堀川というのは名前の通り、人間が掘って作った川です。人工河川、何のために掘ったんですかというと、水運というのが江戸時代の物資流通の要です。水で浮かぶ船ね、これが一番早くて大量の物資を運べた。というわけで、秀吉の時代からね、城下町づくりの基本として堀川が掘られて、江戸時代にその数がさらに増えます。江戸堀川、阿波堀川、京町堀川、板地堀川、薩摩堀川と名付けられた、堀川がですね、この西区エリアに固まってるんですね。それが町を活気づけていく、あの原動力になった。橋もたくさんかかりました。大阪の商業発展をね、担っていたエリアでありますので、橋がたくさんかかれています。この掘られた人工河川の中でもたくさんの橋がかけられていて、もう800矢橋という、あの大阪をたたえる水都の風景というのが、西川にあったんですね。はい、次に、西区らしいエリアということでですね、取り上げたいのが、遊び場、遊興の地、歓楽の地という、そういう歴史が西区にはあります。まず明治で言うと、明治2年に松島遊郭というのができます。はい、明治の地図を見るとですね、川口居留地と大阪府庁が川を挟んで向かい合ってますけども、その真ん中の南側に、もう目と鼻の先のところに松島があって、松島はもう全体が遊郭になってます。これは居留地ができたのに合わせて、作られたんですね。なんでそんなところに遊郭がと思いますけど、今の感覚とはちょっとね、時代のあれが違いますので驚きますが、明治政府からですね、大阪府に対して申し送り状みたいなのがね、書いたのが残っていて、それによると、西洋文化がね、入ってくることは経済にとっては重要だけれども、日本人のね、風紀を乱すのではなかろうかと。聞くところによると、西洋人というのは、ね、男女の間というのが日本人とは考えられない、なんかそういう、近いものであるらしい。その風俗、風習をね、そのまま入ってきたらちょっと問題ではないか。それを緩和する意味合いで遊郭っていう発想がね、もうこの時期だからなんですけども、今とは感覚が違うという意味でちょっと聞いてください。当時はこうだった。松島遊郭というね、大きな遊郭ができるわけです。そういう意味合いで江戸時代の西区エリアを振り返ってみると、新しいものができて発展していく途上のエネルギーというのが、この場所には江戸時代からあって、それの続きで明治になって、居留地ができ、松島遊郭ができ、府庁がここに移動してきてという、町のエネルギーはね、一貫しても西へ流れてきたわけですね。その中で西区エリアでね、後の方でまた開発されていった江戸時代の場所というのが堀江、堀江もまた深海地として出来上がっていったわけですが、きっかけは堀江川の開通です。これも人工河川です。今現在ありませんが、堀江の中の公園にですね、
跡地の碑が残っています。堀江川跡、川ができると町並みがそこにね、整っていく。水運がまず先あって、そこへ物が流れ込み、人が移り住みということで、できた当初は何かイベントをやりましょうというので相撲をやりました。勧進相撲、ね、江戸時代の相撲興行の形です。でこれがですね、続いて大阪相撲というものが江戸時代を通じて定期的に行われて、それがルーツで今現在の、ね、大相撲興行というのは江戸の相撲とこの大阪相撲が、合併してね、今現在の大相撲興行が成り立っているという、なんかね、今に続く新しいのか古いのかね、新しいものと古いものが混じり合いながらこうやって、残っていって、その跡地というのが西区エリアの中ではね、歩いていくとあちこちで、ぶつかるという、まあ、まさに新旧の大阪のモザイク、という風景が、見られます。今堀江というとかなり前から新しい若者のスポットということで注目を浴びたエリアです。でその前は堀江というと、橘通り家具の町っていうのがね、有名でありまして、家具屋さんが通りに並んでおりました。なぜここが家具屋さん集まったのかというと、この西区エリアは材木の地が発達していた場所です。材木の地が発達したのは堀川の網の目の水運が発達していた、かつ海に近いですね、西区のエリアはね、各地から運んできた材木ね、大きな安治川とか木津川、木津川沿いにも材木大きな置き場があって、そもそも四天王寺創建の時に材木を運んだのはこのルートらしいです。でそれで木津川という名前がついたとね、とも言われてます。でその木津川とか味川上がっていったところに最初に出会うのが西区エリアで、イタチ堀という地名は材木売り場市場の、立ち売りと書きますけども、そういう位置があったことの名残だと言われています。西区の中に、ね、材木市発祥の地という跡が残っていたり、堀江にそうやって材木市の名残でもその流れで家具屋さんが集まったというのもまた自然の流れで、江戸堀川とか京持堀川、阿波堀川、伊達堀川、薩摩堀川ね、埋め立てられて今は見ることができません。で船の流れは今は車の流れに変わってね、街角の風景も変わりましたけど、今現在でもこの西区エリアの江戸時代以来の水都の風景、800八橋という名前で呼ばれた水都の風景を今現在こう味わうとしたら川口の辺りを歩くのがいいかなと思いますね。川口の辺りは中津島の西の橋目の前です。この辺りは今現在大阪の橋の密集地帯といっていいほど、重なり合って風景を作っています。戦前にですね、大阪を歩いていろんな写真撮ったり文章を書き残した北尾龍之介さんというジャーナリストがいて、近代大阪という本を書きました。これが大変戦前の大阪の、ね、風景を物語っている貴重な資料だというので、近年また復刻されてね、本になって出ております。その本の中にですね、川口あたりの風景というのを非常にまあ絶賛をして、新しい水都の風景はここにあると、昭和橋という橋ね、新しくかかった橋を、現代の名橋であるというふうに叩いて、文章に、残しております。なかなかしゃれた想定です。昭和7年発行された当時の本をそのまま忠実に復刻したそうで、中の活字とか写真とか全部原本のまま再現されているという本です。ちょっと以前ね、川口で歩いた時に、昭和橋のあたりでこの本置いて記念写真撮りましたんで、
まあ、後でご覧ください。